おはようございます。おはようございます。2015年7月28日の火曜日、気持ちのいい朝がやってまいりました。毎日気持ちのいい朝を皆さんお過ごしになってると思うんですけど私たちは今、南伊豆の伊豆コドコドさんっていうゲストハウス、ゲストハウスさんにお邪魔しております。昨日から来ました。外で今久しぶりの外で配信なので、ヘリコプターがちょっとうるさいからやり過ごそう。外はいろんな音がこうやってするし、ちょっとやり過ごした方がいい。いろんな音がするし、こうやって鳥の声もしたりとか、でも心の中ではあら、気づいていただきました。あさあ、これはですね、今ご質問がございましたので、3D ボディジュエリーっていうのをお友達が作られ始めてて、それでなんか剥がせるわけです。ペロンと。何回も剥がせてつけれる、結婚式とかなんかに、ね、もうよく使われるみたいなんです。7月、そうですね、気づけばですね、伊豆には昨日来たんですけど、ちょっと昨日はの日中は沼津にいました。昨日の夜は昨日は、道ヶ島、なんていうんですか、そこ道島、なんていうところで、まあ西伊豆です。あ、西、昨日は、昨日は西伊豆に宿泊していました。道ヶ島で、その前の日は岡山に行ったんですけど、その前日はでは長崎にいました。そうです。4日前には長崎にいたのに、今は南伊豆にいますので、ちょっとこのその間ですね、まあ、車で移動してるんですけど、今4日前、ね、まあ、いや、24、とにかく25日には24日にはまた長崎いたんですよ。だって22日に佐賀に行って、はい、23、24、23となって、24日長崎やって、25日はもう岡山24日に帰りました。岡山に、でも24日も長崎にいたんだよ。24日ね、4日前じゃん、まあいいや。で、25日にはもうすでに三島へ移動して、三島っていうか沼津にで泊まって、26日は三島でイベントに出演して、でその日のうちに西伊豆に移動して、で昨日27日に南伊豆に来ましたっていうことですね。で、はい、その間、まあ、車で今回も移動してるんですけど、車のですね、なんていうんですか、走行距離みたいなのが出るじゃないですか。今まで何キロありましたよとか、なんかこうあれってこう数字が並ぶ瞬間とかってやっぱり嬉しいというかですね、なんかこうふふとか写真撮ったりなんかするんですけど、今回狙っていたと言いますかですね、多分77,777を狙いました。七並びというものをですね、まあ、今回の時に来るであろうと、どこで来たんだっけ、九州のどこかだっけね、九州自動車道走ってる時、走ってる時にね、まあ七、まあ、中国自動車道に入ってからかな。まあ、高速道路上ですよ。まあ、走ってる最中。そんなものもやりつつですね。写真撮ってもらいましたね、あみちゃん。で、その、なんかね、今回ね、いろいろ話そうと思ったけど、なんか時系列めちゃくちゃだけど、今まず思うことはですね、急に俺眠気が来たんですけど、ね、眠たいと思います。いうのが本当に時差ボケみたいな感じになってるこの感じですね。ずっとまあ車、まあで、今の時期ちょっと先ほども言ったんです。ここ今はクーラーももちろん外ですから効かずに、
でも涼しい。なんかこうリゾート地のような。リゾート地です。伊豆。伊豆の。コドコドってでもなんかあれでしょ。インドネシア語でしたっけ。ですね。でバリの雰囲気でね。でね、そう何を言ったっけ。そうそうそう。で車の中とかね、そのやっぱホテルとか多かったら。あのやっぱりねずっとクーラーの中にほとんどいるっていう、特に車の中はもう今の時期は高速道路なんて走った日にはもうクーラーないと、窓閉めてじゃないともうありえないですよね。そうすると常にやっぱクーラーの中にいて、で外がものすごく暑くて、やっぱりちょっと体もぼーっとこうするっていうのもあったり、なおかつ多分きっとあのその走行距離の移動の長さとうんざらかんざらで、本当時差ボケみたいな感じで、で、おはようございます。出る。ぜひ出てください。今オーナーの、コドコドのオーナーのお友達でずっと本当に5年代ずっとよくしていただいてる。来ると、あ、来ました。はい、吉江さんでーす。誰ですか。もう6年でしたっけ、ここ。あ、6年目の夏。6年目の夏です。にゃーお、ね、来てください、うん、遠いけど、あの南伊豆、全国、全世界配信。結構な数見てくれますよ。じゃあ英語で。さて、コドコドは何ていう、何の、どういう意味でしたっけ。インドネシア語で、はい、コッドがカエルです。で、コットコットって。カエルカエル。カエルカエル。カエルが好きなの？え？え？あの、アジアが好きなの。ああ、多分、ここお家のように思って、帰ってきてね、カエルっていう意味。あ、違う。そういうのもいいなって、後からどんどん。あ、違うんだ。最初は思ってなかった、うん、最初は何も別に、もうなんか語呂がいいの。あー、コドコドで、かわいいよね、なんかね、コドコドコッド、コッドっていうのがカエル。うーん、で向こうでもコドコドって、コドコドとは言わない。コッドは言うけど、あ、コドコドは言わない。ちょっと言わない、帰ってあげる。お泊まりいただいた部屋がモニエットっていう名前です。あれは何、何だと思いますか。モニエット、モニエット、すごい、マンキーだ。あ、そうか、うん、初代のボランティアの男の子が、うん、宮地がサルタ君って言って、あ、はい、それでその名前にした、はい。4部屋あるんですよね。はい、4部屋あるんです。最大だから14人、14人泊まれますよ。今ね、今日はね、あのかわいい、うん、あの実はヤングレディたちがいっぱいいたりとか、マダムたちのあのちょうどグループで、今も皆さんこちらでお食事されてる姿で、ね、お一人の女性の方がおられたんですけど、はいはい、なんとね、私のふるさとのね、うんうん、おはりこまきナンバーだった。おはりこまきって、あの、みんなね、北海道ですかとかって、夕張とか、なんか、あ、な、そうそう、だから、北海道ですかってよく言われるんだけど、4文字なんてあまりないでしょ。おはりこまき。ね、見てびっくりして、おはりこまきだって言ったら、その人が座ってて、その人、え、わかります？いや、僕一宮出身なんですよって、私小牧ですって、大人じゃないですかみたいなね、そういう偶然もありますので、ぜひとも、あの、いいところなんで、ありがとうございます、はい、でもしばらくはもう満室なんでしょう。は、8月の頭ちょっと空いてます、はい、あ、8月の頭は大丈夫ですよ、狙い目です。8日くらいからちょっと、あ、8日くらいから満室ですけど、その前は大丈夫ですから、きっと本当にその 4夜だけっていうか、すごいあの可愛いところなんですけど、ということは本当になんか出会いとかね、そこにいる人たちがみんな家族みたいな感じっていうのは、あの、なんとなくね、イメージ想像してもらえると思うんですけど、非常に、まあ、オーナーがああいうね、そうね、優しいね、本当に。もうここができてすぐの頃に僕らここでライブをさせていただいて、ね、そうそうそう、その時は土砂降りの日でした、ね、はい、で、それで、そう、で、ここで今、あの、私、そうそう、久しぶりに昨日の晩はクーラーつけずに寝たら、まあ、今日の
熱いというか久しぶりに、なんだ、ご縁でいかがでしょう、ご縁、ご縁でも何でもいい、ご縁、出会い、うん、で、ご縁といえばですね、今回ですね、いろんな本当ご縁いただいたんだけど、一つ、実はですね、どこから話そうかなと思ったのがですね、あの27月22日っていうのが私たちの結婚入籍記念日だったんですね。11周年でもってですね、7月25日っていうのは25日っていうのは何だったっけ、結婚記念日なわけだったですね。まあ、基本結婚記念日を結婚式の日にするのか、入籍した日にするのかって、ね、まあ、まあ、どっちでもいいや、どっちでもいいんだけど、でもすごく覚えやすいのは、その結婚式した時っていうのが時を外した日という、そのマヤのマヤ歴的な、はいはい、でそのイベントみたいなのが、そのみたいじゃない、あ、イベント、すみません、11年前に、まあ、富士山で2004年のね、はあ、あったわけなんでございますよ、うん、フィールザ富士フェスティバル、はあ、時を外した日の祭りというね、うんうん、13の小読みか、イエーイ、マヤの柳瀬さんの主催のイベントで、はい、なんとなぜだか出演して演奏した後にキャンプファイヤーで結婚式をやってもらいました。でね、でそれをですね、まあ、それで、その年からですね、例えば3、4年ぐらい続けてですね、柳瀬さん、私本当その時柳瀬さん初めてお会いしたんですけど、私はですね、結婚式をしてくださったイベントっていうのが、うん、初めてお会いして本当にありがとうございます、結婚式していただいてみたいな感じで、でそっからですね、なぜか毎年その富士山あたりでですね、川口湖とかね、ね、そうそう、決してこう打ち合わせをしたわけではないんですが、柳瀬さんにお会いして、なんで近くにいるじゃん、出るんです。で、大体その7月25日前後に柳瀬さんと一緒にいるということを、うん、なんか3、4年なんか繰り返してたような気がするんですね。うん、で、まあでもその後は、まあ、本当に本当しばらくまたお会いすることもなく来てたんですが、ね、まあまあちょこちょこぐらいで、うん、その7月25日にお会いするってことはなかったんですよ。で、それがですね、今年になってですね、今年になってできたお友達っていう方がですね、広島の福山の住まいのね、うんうん、某水野達子さんって言われる、うん、もう全然関係ないですね。はい、まあ、彼女がですね、その柳瀬さんの本 の翻訳ってなんていう、まあ、とにかくすごく、まあ、重要な、まあ、深く関わられてる方だったんですよ。そう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 。で、なんかね、今年だから、その、彼女も、マヤの、その、10歳の暦の講師とかもされてるんですが、なんか初めて、その、柳瀬さん主催、柳瀬さんの講演。夏菜さん、おはようございます。うん。柳瀬さんが自分でされる講演の、コズミックダイアリーの使い方の講演を、そう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 、岡山で、ね。岡山でやりたいんだけど、トシさん、どっかいい場所ないですかって言われ始めたんですよ。え、柳瀬さんのと、うん、まあ、15人ぐらいまでだったら、うちの、スペースでできるよって言ったら、じゃあそこでやろうかなとかって話になって、たらもう本当にで昼と夜と2コマになってね、ババババッと集まって、本当7月のあれがだから15ぐらいかな、ちょっと品質忘れたんです、まあ、とにかく15、6あって7あたりだと思うんですね。本当に久しぶりに柳瀬さんにお会いして、で、まあ本当岡山のずっと昔からの仲のいい友達なんかやっぱり来てくださるわけですよ。で、なんか言うなればね、もうちょっとなんていうの、ご縁復活みたいな、なかなか岡山の地元にいても、結び直しちゃった、ね、うん、そうそう、やっぱり、ね、地元にいたらでもどこでもそうだと思うんですけど、みんなそれぞれがいろんなこうグループとかね、会とか作り始めて、変化するからさ、環境がね、そうそうそう、昔の友達ってなかなかそういうちょっとしたものでもお互い自分も同じようにイベント他でやってるとか、タイミング合わなかった、そんな感じだったのが、今回の柳瀬さんの分ではまあ、平日なのもあったのか、まあ、いろんなものもあったのか、やっぱりあっという間に、特に昔の古い仲間たちが、来たね。わっと来られてですね、本当になんかすごい楽しかった。面白かったですよね。で、そうこうしてる、まあ、それはそれで、柳瀬さんと、また、いろんなこう、ことをと言いながら、で、その時ちょっと面白かったのが、やっぱり7月25日っていうのを、その時のない日のお祭りにしましょうと。外した日のね。で、
まあ、その時の主催の水野さんも、あの一緒に何かをその時にってことちょっとご提案いただいてたんですけど、なんか結局そんなにこうどうしてもっていう、僕らがどうしても移動だったから、まあ、岡山から沼津までの移動っていうのは結構長距離だね、まあ、6時間以上かかるから、うん、ちょっとそれをどっかでイベントやるっていうわけにはいかず、うん、まあ、だからまあ別でいいじゃないって、いる場所でやればいいじゃないっていうことになったわけですよ。そうなんです。で、あのそこっていうのが、本当にそれっていうのが、まあでもまあ、あのそれでな、まあ、なその時には何かそれでいいのかなぐらいでいたわけです、私的にはね、うん、で何が言いたかったかと言いますと、そこから、22を迎えたり、そのツアーに出たわけです。22日は何とこう今年は、佐賀で2人で、で思い起こせばですね、割合ここ何年間かは7月22日とかね、なんかでも22日は7歳でマリアちゃん、夜、いや、いいんですよ。それいいんですけど、違うんですよ。その昨年とか、その昨年の前の時が、そんなになんか。昨年とか昨年の前って、おととしや。なんかね、なんか今年の感じはね、どういうのかな。まあ、毎回そうっちゃそうかもからない。特に、不思議ななんかこう、感じなんですよ。去年止まってたからね。どっちかっていうと、割と。でね、で今年止まってたっていうか、去年動いてなかったからね。うん、それもあったり、でなんか一緒にいなかった気がするんですよね、その7月22とか25の頃って。うん、確かそうなんです。まあまあいいんですけど、で今年の時には、まあ、長崎にいたこともあったんですけど、まあそこから車の中でずっとこう、本当に移動したりとかしてね。で、あ、空が青くなる、うん、僕がこうすると。あ、そなんで何を言おうかなと思ったら、ちょっと下がると空が青くなるとか、青さが出るとか、じゃあこうしとこう俺。この感じですね。なんかね、ちょっと下がってると全般が見えるっていうのがいい感じの時に来ましたね。あのですね、私今回ね、カメラの解像度ね。もちろんだけど、でもね、本当なんだろう、なんかね。いや今回ですね、でその22出ちゃう前からですね、まあ、私いろあの一つ二つまたいろいろこう、まあ、ヒーリングとかね、あと今他の仕事ちょっとやってることの中の仲間たちと一緒にやってる仕事っていうのが割とこう、結構こうあのみんながこう頑張って今一緒にやってるって状態で、このちょうどその時期に実は岡山を、ま、全く離れるわけなんですね。岡山の友達たちが何かやってる時ですね、仕事を一緒にやってる時に、でなんとなく半分あの大丈夫よって言われながらも、あ、じゃあ私はその間まあ、お祈りしててって言われても何かできることないかなと思った。そうか、あの私は離れてても例えばこれですよ、 iPad ですよ、ネットも連絡ですよ、ネットね、ネットだからね、そういうことでいろんなことはまあできるとこう思ってたりしてるわけですけれども、なんとですね、その7月22日あ23、24日か24日長崎から、岡山に戻ってくる途中でサービスエリアにですね気づくわけです、車の中に、あ、iPad をトイレの中に忘れてきたと、もう鮮明に思い出すわけです。確実にあそこの場所だっていうぐらい、あそこに置いたとか、でその間に結構出会いとか全く関係なくなってきた、うん、関係あるのもうちょっと後ろで引いてその青空を見ながらあのちょっと話を聞いてたらいいと思います。ご縁っていうのがね、本当にそこでですね、私はで結局 iPad あったんですけれども、でも iPad あってそこから実はだから27日に昨日ですね、あの、まあ、送ってもらうのに結局あの移動してるから岡山に送ってもらってもその時にちょうど荷物がなかったら受け取れないからということで、27日にまあ伊豆に必ずいるからということでその日にちを指定したとすると24、25、26
というこの3日間っていうのは全くそういう通信もしないという状態が起こってるわけですね。でその時にやっぱりすごい感じたんです。なんかもう本当になんかこう委ねるとかですね、人に対する、そうなんですよ、友達仲間たちにそういった縁とかですね、そういったものになんかもう全部ね、なんかね全択というかね、あそうかって。で私そこで今何、その時に自分で何したかっていうと、ご縁という意味では、あのこれは自分の中なんですけど、その間本当に何してるかっていうと、もうやっぱり祈りという時では、あの改めて自分の中のそういう、あの、まあ、私たち自分ではこう本当に自分の中の存在という言い方、まあ、神でも、なんかこうそういうところでもいいんですけど、そういったものとなんかね会話をしてるというかね、改めてね縁を結び直してる感じがその時自分でしたんです。本当に自分にいるみたいな、何かを行動を起こすっていうのはもちろん体は移動してるんですけど、もう車の中の意識はもう常にそこにずっとある。何かこうその時にもね、なんか起こるんです。なんかやっぱり何か起こるんですよ。何か起こっても、そこに意識をこう常に、もう横ではあの青空を見上げてですね、あの気持ちいいなんか言ってる人がいます。で、気持ちいいは風が。よかったね。で、車の中で、例えば、あの未だによく言われる。で、今回11年目を、およくぞ11年目を、こうやって迎えます。で、今回は、丸11年、12年目を迎えるわけですね。そうです。そういう意味でのご縁という意味では、この時期の、やはりパッと見た時に隣にこの人がいるということにとって、私にとっても本当に多分最大のご縁で、いろんな人たちがいつもいろんなところで、いろんなことを言われても、その都度こういろんなことをあのその時に考えて、まあ、本当よくここでも言ってますけどね、よく言われるのが、何もないわけなくてですね、仲良さそう、仲いいですねとか、喧嘩しないでしょうか、そんなこと本当にありえなくてですね、喧嘩しますよ。で本当にですね、なんでこの人と人間だもの、なんでこの人といるかなっていうぐらい、もう本当に途中でですね、私はもう意識を自分がなくすような時も何度もあったんですけれども意識なくすしかないという感じですね、はい。ただあのやはりですね、あの彼もよく、いや、なくすしかないみたいな、あの自分の我慢、僕はその場から立ち去るしかないっていう時がよくありますよ。でもね、なんかね、ただあの本当に何かに、そういう時ってね、必ず自分の中でしっかりと自分に戻るってことをするんですけど、そういうこともできないとかですね、そんなことも本当あったんですけれども、なんか今回のなんかなんとなくね、この、今年の、今のこの時期の時の感じが非常に、なんかそれはね、なんか本当になんか立ち戻れたというか、どんどんね、なんだろうね、自分の中のなんかこうそういったものと、ただ単にもう一度自分がしっかりと本当に自分でのご縁結びができたっていう感覚がすごいあって、で、今回その三島でですね、三島は、防戦会という、まあ、書道でいいんですか、まあ、会があって、その会のコンサートを何人かの方のコンサート、何人かの4組の、ね、出演して、そこに参加させていただくという、まあ、まずものがあったわけですが、でそこは、まあ、書道の展示会もありのみたいな、こう1日2日かけての、まあ、イベントみたいな形だったので、僕も出展しました。そう でそうなるとですね、コンサートだけでなく、その後にその西伊豆の、場所に、ホテルに、ニューギンスイというところに移動して、ね、はい、そこで打ち上げがあり、そこでみんなに宴会をするというのが全部ここまで来たわけですね。はい。で、そうしますとですね、まあ、あのホテル、そこに宿泊ってことが決まってたんですけども、で、ホテルにあの行くときはですね、私で行くときも本当は車、バスでみんな行くわけなんですよ。ただ、私たちはその後南伊豆に来るという、まあ、お仕事そのままありましたので、バスで沼津からここ西伊豆まで来たって、それでまた向こうへ帰っちゃってるのは非常にあれだったので、まあ、一応自分たちは車で、その自分たちの車で行ったわけなんですけど、で、ホテルに着きましたらですね、まず私たちが最初にこう、まだバス来てないんですけどね、着きました。でなんとですね、お部屋を聞きますと、男性と女性が分かれていると。で、あら、なんとこう、私は
お部屋に行くと4人部屋になってるから、女の人ばっかりの4人ということで、そういうことなかなかないんで、ちょっとこう、あれ嬉しいみたいな。混合の4人部屋の方がやばいよね。男女混合の4人部屋ば考えてなくて、いつも大体2人 の, あの用意していただくのもやっぱり2人の部屋とかですね、そういうことだったので、うん、そういう感じはちょっと本当になかったから、久しぶり、なんかこうちょっとこう嬉しいみたいな。久しぶりの修学旅行っていう。そうですそうです。で、7月のそういう意味では、まあ、27日という時期ではあったんですけども、あ、26日ですね。そうですね、26日ですね。言うなれば、マヤ暦でいえば新年なわけですよ。新年の日を迎えるにあたってですね、迎えて、新年のそういう意味では最初の日が、まあ、部屋は別々だというのは、なんとなくそういう意味で新しい、こう、違う意味でのなんか楽しさが、こう、そこで私はあったわけです。なんか、ああ、なんか面白いな、みたいな。それはそれで面白いなと。で、なんかこうね、本当面白いなと思ったんです。そしたら、次にですね、食事会が始まるときに、大宴会ですね、その前に、まあ、私たちの部屋にはやっぱり女の子たちが、例えばミュージシャンの部屋だったので、来た途端にもみんなで盛り上がってもうわー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 言ってると、ちょっと早めに部屋に行こうかなと実は思ってたんだけど、あの部屋っていうか宴会場にね、そう行こうかなと思ってたんですけど、だから結局みんな盛り上がってたんですよ。いろんな会話でやっぱり盛り上がってたから、なかなか一番最後になる、最後ぐらいっていうかね、なんか何回か呼びに来られる状態になってて、でも結局行く途中でも、ちょっとその行く途中で、たくさんの人がいて、そうか、先に行こうと思ったけど、まあ多分トシさんが席を取ってくれてるなぐらいな感じで、まあ行ったら、入り口のところでこう。あれね、防戦会恒例だよね。前もそうだね。あなた知らない。なんかね、席はみんな、くじ引くんですよ。石板を、そうなんです。たら、あれ？あ、そうなんだと思って、それはそれで、じゃあどんな人と一緒になるのかな、みたいな感じで、引いたわけですね。私、5番を引いたらですね、5番とか言ってたら、だから5番引いた途端に、その辺にいた人、お店の人が、5番引いた方いますか？とか、私5番は、5番は子供の席なのねと言われたわけですよ。じゃあ、なんか、スタッフの人が。お店じゃないし。で、そしたらそのお子さんが20番を引いたんですね。だからそれとトレードしたわけなんですよ。私は一つだけお子さん、一つだけお子さんいらっしゃったんで、それを引いちゃったんで。で、そしたらその20を持って見回すわけです。だ席がで、またね、その番号がね、順番じゃないから、ね。バラバラで、そう、ね。二重のバラバラ。はい。で、20番とか言ってると、おーい、ここだよーって手を振ってくださってる場所っていうのが、一番端っこなんですけど、トシさんの前だったんですね。ありえないよね。もうね、これが、ね。僕は12番だったんだけどね。もうこれがですね、周りの人からも、なんでそこに座っとるんで、いや、別にこれ全然そんなんじゃないですと。なんでやねん。非常に。でもなんか俺来るんじゃねえかなと思ってたけどね。なんとなく。なんかですね、まあご縁という言い方をしますとですね、なんか変な感じではありますけれども、変な感じですか。非常に、そういうことも起こりとかいうのを、このその3日間の間ですね、24、25、26、まあそういった私はその時期に、ですから iPad もないので、いわゆる SNS のそう Facebook とかですね、あと今 LINE ですごい友人たちともこう行き来の連絡をしてるんですけど、それも一切本当することなく、そういう意味ではずっとこうその時に、それもずっとこう移動だったものですから、ほとんどこうあれと一緒にいる時間で、なんかこう、なんかですね、すごい面白かったですね、この、感じというのがですね、いろんな中で自分の中でこう、いろんなこう、ことをこう感じれた時ではあったかな。はい。まあね、まあね、いろんなご縁の積み重ねでね、はい、またここの南伊豆に来てるわけですけどね。はい。まあ、南伊豆も本当よく来させていただいてて、友達がいっぱい。そうなんです。もともとの友達から、うん、新しくね、つながった友達から、そうなんです。だから、
本当に楽しい毎日でございますけど、で今回もその本当に南伊豆といったらね、本当古い家のトシさんのずっと昔からのお友達で、私ももちろんお友達な友達がいるんです。今回ちょっとご質問ご都合があるということでお会いすることが、ね、うん、できないんだけど、でもある意味ちょっとそのおかげもあるのか、今までね全部その来た時には本当にいろんなとこご案内いただいたりとかね、友達経由で、そうなんです、友達の案内で行ってたものですから、うん、だから僕らが実は自由行動をあんまりしてなかったみたいなね、そうなんですね。でそうするとなんかちょっとまた違う目線でですね、なんか違う意味で、あ、こんなとこもあったんだとかですね、あ、こういうふうなっていうようなことまたこうちょっとこう今感じれて、それはそれでやっぱり本当に面白いし、なんかこうね不思議な本当になんかね行く場所でもそういったご縁の感じがこうちょっとこうまた変わってくる。で、ここのねオーナーの吉江さんもそうなんですけど、こうやって、また来させていただいた時にちょっといろいろまたお話をしたりとか改めて知ることもあるけど、なんかこうなんか面白い、本当にね不思議っていうかね、また昨日はね伊東市からね、あと2時間かけてね、で訪ねてきてくださった方もいらっしゃったりそんなことでつながった、ディジュリドゥをやってるっていうだけで、なんかその僕のそのそれこそ三島の防戦会さん関係で出会った松山千春のモノマネをやっている千春 M さんがですね、まあ、どっかで飲み屋で会った若者をその場から電話かかってきて僕に、それで電話で話して、で実はそっち行くよって言ったら、じゃあ会いに行きますとかつって、わざわざ休み取って昨日来たみたいね、なんかね本当いろんなご縁とか出会いをいただいていると、まあこうで長い、そういう意味でのずっと長く、そこをずっとこういるっていうのが、11年間いるっていうのが、一緒にいる時間本当長いよね。まあ、最近は別行動がたまにあるんですけど、非常にこうその辺いやで、でもちろん仲間たちのこともそうなんですけど、改めてですね思うのが、自分の意識だけでですね、自分の意識の持ち方で人の関係がどんどん変わってくるっていうのが、まあ、本当にこれいろんな人たちが言ってても、あんまり自分でそこをやっぱり分かってなかったなとか、今でも分かってるかどうか分かんないけどぐらい、本当にそこがなんとなくですけど、これ本当そうなんだろうなっていうのは、特にこの今年のこの時期のこの時を外した日というのは、なんかちょっとだけかもわかんないけど、腑に落ちた感じがすごいありました。すごいあります。言葉で言ってたり頭の中で思ってる、もちろんね勉強していたりそういうようなことをしている時には言葉に出したり頭の中で考えたりもするんだけど、でもなんかなんかこのコツみたいなものっていうのが、あ、こういうことなんだなっていうのがね、非常に腑に落ちた感じがして、私にとってのこの時期で、そこがですね、まあこれもたまたまなんですけど、そのマヤの話で言うと、教えていただいたのが、私は今年その11月9日で、まあ、52歳を迎えるんですけど、なので今年がそのマヤ的にも、なんていうのあれ、マヤの還暦っていう。多分マヤ歴的還暦、なんかそういう年に当たるみたいなんですね。
で、それを思うと、僕はうっかりすっかり何の意識もせず過ぎてしまいましたけど、ただ私はたまたま今回それを聞いたわけですね。あの本当に聞いて、改めて、うん、そうなんです。本当にいいタイミングに聞いて、ああそうなんだと思った瞬間だけど、そこをちょっと自分でも意識したり、こう落としちゃった。なんとなく、ああそうなのね、そうなのねって感じが、まあいろんな言い方があると思うんですけど、スイッチが入ったとかね、スイッチが入る何かの一つの年に、年としてはそういう、年回りになってるのかなっていうのを今感じてますね。暑くなってきて今。風は涼しいんだけど、やっぱりね、日が上がってきてるからね、どんどん多分気温が上がってる。まあでも本当にご縁だけでね、僕ら全国回らせてもらってるからね、今日も明日もね、その一昨年かな、一昨年この南伊豆に来てる時に、あれはなんで僕つながったんだろう、やっぱネットなんですか、 Facebook かな、うん、なんか分かんない、もうね、本当にどこでやるか分かんない。ヨガをされているね、鈴木こなみさんという方が、下田でスタジオを持っておられるんですけど、この伊豆界隈、いろんなところでヨガ教室をされてて、で、一昨年コラボレーションさせていただいて、僕らがね、BGM、生 BGM をやって、こなみさんがヨガをするという、それをもう一度みたいなことで。今宵と明日、今日は大浜というところだったかな、キサミっていうところの、海の近くにある古民家カフェ、丸カフェさんっていうところで、ね、コラボレーションして、明日は下田の小波さんのスタジオでコラボレーションするんですけど、今からでも間に合う人は来てね。南伊豆まで来なくていいな。なんかね、伊豆、まあ、どこもそうなんです。どこも素晴らしいです。伊豆に来るとですね。伊豆。はい。なんかね、ひたすら、ね、眠くなるから、眠くなるから、年中どこで眠いじゃん。ひたすらなんかこう眠くなるというかですね、伊豆面白いですよ。 うん、この伊豆半島はあのフィリピンプレートに乗ってるから、他の本州のね、本州っていうか、あの日本の他の地域とは全く違う、なんかこう生態系らしいですよ。そのなんていうの、地層もなんか違うらしいし、なんか、うん、なんかあの伊豆にいる時はこうこういうノースリーブというかタンクトップでも、まあ、夏はね、うん、僕も短パン、短パンになりますっていうか、なんか全然こう、まあリゾートだからね。ね、なんかこう、なんだろう、まあ、バリやハワイやガムやあの辺にいる気持ちになりますわ。まあその辺しか僕ら知らないけど、リゾートって他行ったことないから、あれなんですけどね。ほいで、そうで、今日明日南伊豆にいて、30日には東京へ朝から移動して、30日の夜には、これもまた友達がつないでくれたご縁のね、場所で、大塚、南大塚の止水ルというライブバーっていうんですかね。なんか普段はラインダンスやったり、なんかすごいいろんなことをされている場所なんです。まあライブバーだと思いますね。でそこで僕らライブをさせていただきまして。で31日にはなんと東京朝出まして、仙台へ北走りで、31日の夜は満月の会を仙台で、はい、ザカフェというところでさせていただくことになっておりまして、はい、で明けて8月1日は仙台で太鼓博、これに出演させていただきまして、はい、で2日には仙台からフェリーに乗りまして、名古屋に、で名古屋には3日の朝着きまして、
でその3日の夜には名古屋で、名古屋の僕の兄貴分の江口明さんとコラボライブを久しぶりにやらせていただきますよ。でその日の夜には岡山へ帰ると。結構長いですね。すげえなこれ。仙台では今回は、今ですね、ご縁、その、あ、なずなさん、としさん、ななみさん、あるがままに素敵な夫婦に感じます。憧れます。恐縮です。まあ、あるがまま。まあ、あるがままだよね。はい、ごめんなさい。いや、なんでもいいんですけど。仙台はどうした？いやいやいや。今私たちがですね歌ってる歌でですね、まだ、うん、CD になってない歌がいくつかあって、あ、東北支援ソングね、はい、5曲で結構歌って早く CD これ欲しいなって言われる歌の中に一つになればというね、まあ、歌があるんですけど、仙台ではそれを歌うのかな。歌うよ。おお、もちろん。だから、その演出、大演出家で作詞家でいらっしゃる田山翔一先生もが今回も演出したので、その、ね、田山先生からも電話かかってきて、1曲だけじゃないと思うよ俺、多分5曲全部歌えてくれって言われるかもしれんよ。どうする？練習しなきゃ。3曲はずっと歌えるよ。空が一つになれば、はい、その後なんだっけ、祈りの、あれ違う、覚えてないんですよ、それがやばいね。いや覚えてなくていいじゃん、別に譜面見て歌うもん。あのね、歌詞が覚えられないんですよ。いや覚えると思えば覚えると思うけどね。なんで見てる、歌うっていうことでもう僕らスタイル作っちゃってるから。もうなんかなんかね、本当に何回も歌っててもですね、子供たち最初に、最初ぐらいはね、こうやって出てくるんですけど、ビデオで途中からがね、全然出てこなくてですね。あ、同じビデオカメラだ。本当だ。あ、シャッターをしたぞ。あ、ダメだ。頭の中に次の歌詞がこう出てこないのがもぞもぞしてきた。この訓練をやる必要があるみたいなんですけど、なんか、ね、思い出せない時っていうのは思い出すようにこうしっかりこうしていくと脳の回路がつながるらしいんですけどね。うん、なんかじゃあ別に。仙台もぜひまだライブのね、満月会もありますし、その最強博の方ぜひよかったら皆さん。お越しいただけたらと思います。 Facebook で情報を出しているので、 Facebook でつながっていただけるととても嬉しゅうございます。かなりですね、なんか言おうと思ったんだけど、多分きっと今何か言おうと思ったことが私もさっき思ったんですけど、世の中の人たちの、あ、そうです、例えばですね、今回そうだ、僕だから今回仙台行くのにね、はい、会いたい人がいるんですよ。はい、のんびり村の母ちゃん坂下さん、はいはい、ね、寄っていくんですか。石巻の先なんだけど、まあ、仙台から1時間半かかるから、そのね、例の311の津波でもう本当にほぼ壊滅してしまった村の中、町っていうか村っていうかね、で未だに危険地域になってて、戻れないみたいなんだけど、とりあえずでも建物はリニューアルして毎日昼間そこに行ってぼーっとしに行ってんだって。仮設住宅にずっといるともう息詰まるから ね、 そうだよね。でも根には帰らなきゃいけないんだって、仮設住宅にあと2年いなきゃいけないんだって。でこの間それこそその311のね、大震災の後にインターネット上で検索して見つけれたんですよ、居所っていうか、で繋がって携帯番号が分かって、ですぐ電話してね、で、あ、無事だったよ、大丈夫大丈夫って、心配してくれたんって、それは心配しますやんって
でみんな大丈夫だからって言ってて、で今度仙台から久しぶりにまた電話して、どうしてるって言ったら、うん、まだ仮設にいるよって。でお父ちゃんもちょっと前に脳梗塞やったけど軽くてリハビリやって今でもう車も運転できるし、ああよかったねみたいな話で、今度仙台行くからさ、ちょっと会いに行こうかと思ってんだよって言ったら、まあまあでもそんな忙しい中でそんな1時間半もかかるから無理してあの電話で話しただけでも嬉しいからいいよっては言ってくれたけど、もし行けるんだったら行きたいねと思ってます。はい、本当なんだろう、多分そういう意味ではもちろん体を持って実際に会うっていうことができれば、もちろんそれに越したことはないんだけど、うん、ただでもなんか今はね、しすぎてもね、うん、そうで、なんかやっぱりね、それはそれでこういうご縁を、例えばこの今この状態でもそうですよね、このネット配信させていただくってことで、まだお会いしてない方とか出会ってない方とも本当にこうやって多分何らかでこう、うん、何らかの交流ができてたりとか、本当に全然今までよく聞くのが、やっぱりこのことがご縁で同窓会が始まったっていうのは割と今よくあるみたいですね。そこでみんな同窓会、ね、うんうん、そうですそうです、なんかそこもですね、非常にこれはこれっていうので、いろんなやっぱりですね、やっぱり思うのは、どんなものも自分たちも自然の一部である限り、自分たちが作るものっていうのも本当にある部分、私は自然の一部だと思ってて、そのことでどんなものを作り、どのように使っていくかっていうのが、ただ単に自分たちの意識がどこにあるかでどんどん違ってきて、そのものはきっと、特に、子どもたちっていうのは当たり前のようにそこをしっかりとやってる気が私どんどんやっぱりするんですね。自分の意識だけで見ちゃうと、自分の子供の時のこととね、ダブらしちゃうとね、やっぱりなんかね、そこはそこで、うん、もちろんそれもいいんですけど、あ、ただでも違う、もう今、そっちにもなってきてるんだっていうのは、いろんな方面でこう意識がバンバン広げれていけると、見方がどんどん変わってきたりとか、ただ、でもやっぱり大事なのは、自分のそういう経験もやっぱりすごく大事で、そこがあった上での、これだって思うと、ここのことを伝えることってもやっぱり大事とか、なんかね、いろんなことがね、全部こうバーっとこうね、バーッ、ベーッ、バカに。で、言うと、自分でも、さっきの還暦の話じゃないんですけど、マヤ暦的の還暦となると、まあ、西暦、なんて言えばいいんですか、この、前歴ではない暦的の還暦と、なんかこう、太陽暦とのね、その自分の、ちょっとですけどね。太陽暦じゃないよ。なんだろうね、還暦って。陰暦でしょ。違う違う。還暦ってだって、十二支のあれでしょ。ねえ、でも、暦的には太陽。あれだよ、60だから、10巻12子だよ。うん。で、あれで、10巻12子の。あれと一緒だよね。還暦っていうのは、厄年の数え方と一緒になるよね、だから。どういうこと？厄ってほら、厄年の考え方って、ほら、違うでしょ？太陽暦の暦の 何歳でなくて、厄年って、厄でいくとって、9、まあ、そんな感じ。年のカウントは別として、まあまあ、その概念が、うん、その、順次だよね。そう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 。厄年は違うよ。うん。厄年は十二支関係ない。十二支は関係ないけど、厄年のカウントも、なんか、違うのよ。どういう、何が知らない。うん、違うのよ。まあ、それ。男は40とか。40だけど、万とかって言うでしょ。あ、まあ、そういう意味、数えで。そうそう、数えでとか。その感じ。で、まあ、ただそうなんです、何にしてもその還暦という感じのイメージっていうのが自分でも、あ、なんとなくそういう自分がお年頃になったのかなと。お年頃ですよ。っていうのが、で、やっぱり思うのは、本当に楽しいっていう意味が分かり始めた。先輩方が、まだまだよって言われる意味がちょっと分かり始めた。もし取れば取るほど楽しいよっていう意味がちょっと分かり始めた。本当に老いていくとか年を取っていくっていうのが
とか思ってた時もやっぱりあったけど、でも今はね本当になんか分かるようになれた。年取るって本当に楽しいんだって思えるようになってきた感じが。そうですか。はい、1時間これはでも始まってから1時間経ってないと思うよ。まだなんですよね、うん、これな何のスカイプつないでから1時間あ最初にちょっとこう、あれがあったんですよね、分かんないけど、あ今風が吹いていた、今日はこれからですね、1回、どうしたんだ、あ食料食材をちょっと買いに行こうと思います、うん、今日朝はちょっとまた別のところにね、はい、ちょっと山の中にこもりますので、伊豆の中のサイコンタンというね、はい、お山の中に、禅宗のお坊さんがですね切り開かれておりますところの宿泊施設がありまして、まあ、ちょっとそこにご縁をいただいております。そうです、ありがたいことにお借りできることになりまして、自炊もできますし、はい、非常に山の中なんですけど、いわゆるもうそこ の施設っていうのがもう非常に素晴らしい施設を作る取られるわけなんです。どんどんなんか広がっていました。はい、で快適な基地も、うん、快適なお部屋も本当に本当にです、本当に快適な施設を作られます。この8月にはユネスコのなんかなんていうの認定っていうのなんかが降りるって言ってね、うん、でまあ多分そこから研修施設としてもっとこれから皆さん集まられてというような場所になってるんですけども、うん、まあちょっと今ご縁でちょっとお借りできるんで、ありがたい。ちょっとその自習ができるからちょっと何買っとこうかな。やっぱりスイカ食いたいんでしょう。昨日も食ってたぞ昨日私はもうアユをスイカ大好きなんですよ。分かればね。私はね、鮎。夏はスイカ、冬はみかん。冬は黄色くなり。食べることが。夏はスイカ色にはならんけどね。赤くはならんよね。昨日はね、ちょっとギターをメンテナンスの頼んだ。南伊豆でね、はい、30いくつなんだろう。桜井くんっていうね、若きギターメーカーがいましてね、ボイジャーギターという、なんていうのブランド、まあブランドかな、メーカー、メーカー、うん、まあ、で、すごくいいギターを作ってるんです。そのギターに一昨年僕も出会っちゃってね、で買わせていただいて、でまあ2年か、そうですね、でメンテナンスに、で全然ちょっとその後、うん、いつでもメンテナンスしますからっつって、でもちょっと来れなくてね、送ってくださいって言うんだけど、ちょっとギターを送るっていう、なんか僕それちょっとできなくて、大丈夫ですよって言うんだけど、なんとなく、とか思ってるうちに、まあ、今回は直接持っていけたので、今、メンテナンスしてもらってるんですけど、昨日ね、行って。そう、でちょうどね、お昼頃だった。狙っていったわけじゃないんだけど。まあ、そちらのね、お母さんがまた、ね、お母さんがもういい人でね、素敵な方で、でお父さんがね、釣りをされるんです。で大好きで、鮎釣りが大好きでね、でたまたまた今回も鮎をね、ちっちゃい鮎をね、全部干物にされてるんですけど、そうもうね、頭からバリバリ非常にね、あれがもう、ね、なかなか他では食べることができないから今回もちょっと、そこの家族の人たちは飽きちゃってるんで、いや、いや、もう、ね、二人がタッグですね、それで昨日いただいてですね、うん、で、5匹食べた、僕は2匹食べました、あ、もっとか、うん、4匹食べた、3匹ずついただいて、ああ、そうだね、まあいいんだけど、もう何でもいいんだけどね、5匹でもいいんだけど、まあ、とにかく、あ、そうです、今日は、今日はこれからそれで、ちょっとここはチェックアウトしましたら買い出しに行って、なんていうんですか、あれ地元のスーパーじゃなくて、あるんですよ、あるんですよ、すごくいいね、位置があってですね、そこで仕入れて、ちょちょいと標高200メートル上がって、はい、ちょっと食事を久しぶりに、で午後は多分温泉、温泉ゆっくり浸からせていただいて、で夜は泳がなきゃ、泳がなきゃってことでもないけどね。まあまあ。まあちょっとどうしようかな。ちょっとこもってきて。今日は雨降るっていう天気予報なんだけどね。まあちょっと。まあ明日でもいいんだけど、お風呂に入るなりして。はい。
で夜はライブをさせていただいて、今日は一日のまた伊豆をゆっくり、味わってみようかなと思います、2週間今日は南伊豆まで遊びに来れる人ったら来ないよ、お越しください、もう泊まりはなんとかなんだろうこの無責任さがですね、このことに別に普通に付き合ってくださる全国の皆さんありがとうございます。で、すいません、知らない方は本当に別に無責任なので、そこに対してこちらに何かを期待されても非常に困ります。自分そのことをするっていうのは全部皆さん自分の自己責任の上に置いてお付き合いください。私たちにはすごいなこれ、自己責任の上に置いてお付き合いくださいという、はい、はい、本当にね、口が勝手に喋るんだよねですからね、本当に今思うのがご縁でお友達でずっといてくださってる方が何人もいらっしゃるんですけども、発言でできたご縁っていうのも結構ありますよ。もちろんね、でそれを別に無責任とも何とも思わず、でもそこでそうだということで付き合ってくださる方もたくさんいらっしゃいます。でも本当にそのことで単にってそのことでとかいうようなこともあるということもあるので、それだってお互い、そうなんです。ですから自己責任で、すべてですね、これ自己責任で全部行っていることさえ分かれば、それをどのように捉えてどのように人と付き合っていくかの、だんだんねコツが実は全部自分のフィルターなので、全部自分なので、そこをどのようにしてそれを受け止める、それこれを無責任と受け止めるのか、すごくやばい、影がなくなる、やべえ、いい感じで お日様が出てきましたので、そろそろカーテンを下ろしなさいということかも分かりませんので、また皆さん2週間後、今度はどこでお会いしますか。多分岡山だと思うんですけれどもそこは分かりません。また違うところかも分かりません。またミニライブやってくれって言ってたからね。何やってるこれね、インターネットテレビって、あと友達お子様がですね、何やってるという、素朴な質問に、ここからね、今戻りました。テレビ中継してるでは、そんな感じで、はい、また2週間後にお会いいたしましょうさよなら、またね、いきなりですけど縁は稲物、味なもの、袖すり合うも多少の縁、1円、2円、5円でございます。テリーどうした、テリー終わったよダメだ、あれテリーグッドモーニング寝てるんかな、わからない、分からない。どうしたらいいんで。レディー。ああ。